チャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、北海道は、千歳市千歳駅に来てます。 JR の千歳です。千歳というとね、おそらく新千歳空港というかかなと思うんですけども、その空港のある千歳市の、駅ですね、を中心、この辺りに歩いていきたいと思います。今日はですね、2022年の7月の12日火曜日ですね。時間は午後3時40分ではですね、歩いていきたいと思います。前のテナントビル、商業施設ですかね。これが千歳駅です。居酒屋とか探してみましょうか。地図表示じゃないんですね。ちょっと地図で表示されるといいなと思って見てみたんですちょっと雰囲気のある部分、名工技術の。なんか、教室があるんですね。
ルートイン。グローバルジャングル。下に地図が書いてて、で、なんか星が星みたいな。
ね、この辺が飲食店街だと思うんですけど、大衆酒場、フィットネス教室貸しスタジオ、その向こうは松尾ジンギスカンですね。すごいでっかい鍋が。中野橋通り、千歳、北海道競馬、いろんな町でこう馬券売り場を見るんですけど、やっぱり盛んなんですかね。光らせるんだと思いますけど、この街もやっぱり夜来た方がいい感じなんでしょうか。このポストは遊んで、こっちもジンギスカンがありますね。結局今回の旅でもジンギスカン食べませんでした。居酒屋とか飲食店がポツポツとありますね。
千歳市商店街振興組合連携課で、この辺でもう一本向こうの通りを戻ります。この通りはロールサイト型の店舗があるかと思いきや、そこまでたくさんないですね。向こうの方にいきなりステーキとか屋さんとかそういうのがあるぐらいです。20、30年前ですか。でももうなんか多分ここにこれはですかね、鮭シルエットだと思うんですけど、ちょっとどういう名前の商店街だったかはわからないですね。なんとか通り、これが新橋で、その向こうは新川通り商店街って書いてますね。ここからまた街灯が伝わりますので、別の商店街なんでしょうね。京都の地、たけし。でも飲食店がずらっと並んでる感じですよね。
ぱりジンギスカンの店。そして7月16日土曜日、今週の土曜日、よさこ騒乱開催のためにです。よさこい騒乱、そういうのが開催されるわけですね。こっちは焼き肉ホルモンで、ここはラムシャブ専門店。幸い町一丁目ですね。ちょっとポカポカ弁当も漫画喫茶コーヒー軽食都政石炭販売株式会社。ではさっきの公園まで。あ、なかなかここはいい感じの路地ですね。ちょっと行ってみ音声が途切れてしまったんで、ちょっと復活させました。無料案内所があったり、スナックとかキャバクラとかそういうのが立ち並ぶ通りなんでしょうか。ああ、そうですね、祇園通り、ちょっとこっち行ってみましょうか。公園で降りると言ってましたけど、この通り通って帰る感じで帰る。カラスが
もちろん今午後4時なんで夜系のお店はやってないと思いますけども、ここが最近の路地ですね。というのが気になりますけど、この辺にもスナック、スタンドカップ、色は結構賑やかなんでしょうか。この辺にもポツンとスナックがあったりしますね。もう一本アラウンジとかありますね。アイスナックとかあったり、先戻ってきましたね。和木町通り、雰囲気のある建物ですけど、もともと何だったんでしょうか。今は焼き鳥屋さんみたいですけど、ちょっとこの通りを映しながら撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。北海道ですね、10カ所回りまして、順次公開していって、おそらくこれが最後の、
動画になるかなと思いますので、他のね、北海道の動画も合わせて見ていただけると嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね押していただけると嬉しいです。ではありがとうございました。